パラッツォ・デルテは北イタリアのマントバに立つ理球である。日本語では、テグー、テリキューとも表記される。1526年から1533年にかけてマニエリスムの特性が現れた時期に活躍した建築家であり、芸術家であったジュリオ・ロマーノが、フェデリー・コーニセイ・ゴンザーガに依頼を受けたことで建てられた。ジュリオ・ロマーノが設計したのは建築物だけではなく、内部の装飾や壁画。 庭園の構想まで芸術的な部分も含めてすべて彼によって考えられている。パラッツォ・デルテが建設される前、当時マントバはマントバ公国という軍主国であった。文芸、政治手腕などで高く評価されたイザベラ・デステの名声の元国外からも高く知られている国ではあったが小さい国のためローマ法王と神聖ローマ帝国皇帝カルロス5世という 対立し合う二つの間にあり、当時は政治的にとても不安定であった。それでも、イザベラデステが息子たちを諸勢力に分散させるように、所属させたことで小国であるマントバ公国は存続できていた。実際このことが講じて1527年に、カルロス五世によってローマ信仰が行われた時、マントバ公国の領主であり、 教会軍総司令官のイザベラの長男のフェデリーコ2世、ゴンザーガは軍の領地内通貨を許してしまうが、自定のエルコレは法王朝の所属であったためこの戦争の枢機卿としての資格を手に入れることができた。このイザベラによる政治で、小国マントバはどちらともに対して一定の距離を取り、最終的にローマ法を裏切ることでマントバは存続する行きさつとなった。 しかし、法王と神聖ローマ帝国皇帝カルロス5世の対立最中パラッツォデルテは建てられている。この狙いは、カルロス5世がローマ法王への侵攻直前であり、当時の勢力均衡が崩れようしている中において、マントバの知的や芸術的な成果をカルロス5世に誇示するためだったとされる。実際に、ジュリオロマーノは、カルロス五世が訪問するまでに完成させるよう幾度と、 催促を受けていた。フェデリー・コーニセイ・ゴンザーガには、ラ・ボスケッタという愛人がいた。この時、ラ・ボスケッタは、すでに人妻であり、フェデリー・コにニも正式な婚約者がいたそのことをめぐり、イザベラ・デステと、フェデリー・コーニセイ・ゴンザーガは対立関係にあった。表向きには、夏の利休として建てることで、カルロス5世のような重要な客をもてなす、ゲストハウス的役割を持たせているが、 実際は、フェデリーコ2世、ゴンザーガの愛人ラボスケッタを済ますためだったとされる。ラボスケッタの住まいの構成は本庄にあるイザベラの部屋にそっくりだったとされる。その構成は南側に、廊下、三間続き、二階にワードロープと倉庫というもので、ここまでにいることになったのもフェデリーコ2世、ゴンザーガが愛人のことで対立する母、イザベラを強く意識したためだったとされる。 しかし1531年フェデリーコの結婚が正式に決まったことで、ラ・ボスケッタは追い出されてしまう。主軸を東西に走らせ、正方形の中庭を持ちその中庭を囲む4つの立面はすべて異なっている。さらに東にも中庭よりも大きな庭が存在している。この中庭を囲むように建築物の中でも重要な部屋を配置している。ミューズのロッジや馬の間、 プシケの間、ワシの間、ダビデのロッチや、ストッコの間、巨人の間などが、北側から南東にかけて配置されている。ありがとうございます。